作家で明治天皇の夜叉後の武田先生についてどう思いますか。なんかなんだろうね、あの武田家のブランドイメージを下げ合ってるよね、あの親子要は明治天皇の夜叉後でいくとさ、あのウィッシュの大吾さんとかいるじゃん。であの人って別にさ、そのあ違うか、あれ竹下元首相の孫か。で別にあのその竹下家のブランドイメージを下げてないじゃん。でもその武田親子はさ、あの父親は犯罪者じゃん。で息子の方もさ、なんかあのトラブルを起こしてたりするわけじゃん。だからなんかその明治天皇のそのなんか家系っていうブランドで食っていながら明治天皇のブランドイメージを下げるっていうのをやってるので、どうなんかな、あの親子というふうに僕は見てしまいます。はい、そう、あの元 JOC 会長のあの武田さん、あの人も元皇族らしいんだけど、元皇族の血筋か。あの人もね、20代の頃に22歳の女性を引き殺してるんですよね。でその時も逮捕されてないんですよ。っていう感じで、そのある程度偉い人って逮捕されないのってよくある話なんですよ、日本って。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります、そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。